中練習しております。これさっきまでこう逆だったら、はい、みんなペコペコだったの、うんうん、これ全然いかなくなったよな。え、今一緒のやつですか。一緒のシャフト。あ、本当ですか。さっきはいろいろあるんで、うん、全然別物ですか。別物だろ、ほら。それの感じはこっちに似てる。はい。これ違う。ちょっと違う。ちょっと抜いた感じでなんかやっちゃいそうだ。時代の最先端使われてたよ。すごい先見の目が。最初はこんなのが言ってた。1万円と。そんな軽すぎるからダメだね。すごい長さがあるからいいんだよな。それとそれもそんな振り、全然振りづらくない。はい、これが振りづらい。これが振りづらい。無双のちょっと安定感。これしんどい。え、歯食いしばってやんじゃねえよ。デュータ打って。
全然違う。全く違うね。俺も本当にちょっと大魂食らってたよ。やっぱりリュウタはこっちのタイプなんだろうな。これじゃ物足りないんだよ、やっぱりちょっとお前が重いっていう感じの、はい、間違えてもう持ってけってやつを全部小暮屋さんものにしてる。小暮さん好きな人だったから。うわ。これ一本で無双が何本かあるんですよ。どう？だから。さんが好きだ。だからね、あの前のはね全然ダメだったやつをね、10の12だよな。これで旬。あれ言った時に宮下が全然ダメだっていうね。ところは。